ンポン。ああ、ゲーム実況しようかな。すればええやん。でも何するか迷うしな。あ、そうだ、アンケートを頼む。それはええアイディアやないか。ふひひ、これでゲーム実況のネタとアンケートの劇場ネタが手に入って一石二鳥。こいつ、アンケートの選択肢はこんな感じでいきます。まあすぐプレイできそうなやつで選んでもらうのは無難でええやないか。多分みんなエイペックスとか DBD で先生のカメラプレイング見たいやろな。それはないな。ノーマ、決めるのは視聴者の皆様なんで、視聴者が求めてるのは先生のニックネームの華麗なプレイングなんですよ。君たちが何と言おうと、その結果は覆らないんですよ。ん、ふむ、クソゲーでくさ。手当たり次第に素材ぶち込むのやめろ。ツイッターでもアンケートしたから、それも含めれば結果は違うから。クソゲーでくさ。やめろっつーの。というわけでエイペックスの実況をやっていこうと思います。てめえおいこら。なんでですか。昔は DVD とかエイペックスやってたから、視聴者の皆さんもそれを待ち望んでいると思ってたのに。いや、やってたけどさ、 DVD はクソプレイにクソを煮詰めたクソ動画で、エイペックスでは残り2パーティー仲間が戦ってるのに、お前一人ノックダウンシールドと戦ったり、初動敵とかぶった時敵と間違えて味方を殴り続けたり、足つぶらせて場内落下かまして、そんなやつのプレイング見て何が楽しいねん。やーうーわ、やめろお前。始めたばっかだったの。うん、よく知らなかったの。あちょこちょくすぐちょこちょ、やめろ。ちょこちょやめろっつーの。すぐに苦手なんや、しばくぞ。めんごめんご。でも、私、ゆかり先生のクソゲー実況大好きです。それが、急に偉そう。私といえばクソ。クソといえば私。クソマスターゆかりに。任せるや。うん、もうなんか、頑張れや。いや、回答たくさんです。皆さん投票ありがとう。今後も YouTube、Twitter などでアンケートとかやりますので、よろしゅう。Twitter は動画概要欄から覗いてってな。